すごい効いた。ウォーキング50分相当をたったの2分で同じ効果が得られるやじろべえというメニューを紹介したんですが、今回はこれの応用編としてスタンディングアブスを紹介します。今回の動画のいいところが、有酸素運動の代わりになるので脂肪が燃える。通常の腹筋よりも負荷が軽いので気軽に行える。バランスがいるので体幹部が鍛えられて腹筋をしっかり鍛えることができる。めちゃくちゃおすすめなメニューなんです。お腹ぽっこり気になるよって方は一緒にやりましょう。2種類のお腹の力の入れ具合をやっていきます。お腹をへこませた状態をキープなのと、硬くさせた状態でキープ、2セットずつ行っていきます。立ちましょう。お腹をへこました状態でできるだけ息を長く吐きます。ふーっとお腹を引っ込めたままです。息するときもお腹が出ないように引っ込めたままキープです。お腹をへこませる力がすごく大事です。皆さん、お腹の力抜かないように引っ込めたままです。結構きついなこれ。ずっと引っ込めたまま。オッケー。今度はお腹に力を入れたまま、触って力が入った状態で普通通り呼吸しましょう。力入れるところって結構辛いですよね。力入れたまま触って確認してみて。頑張って。こういう意識がね、すごく大事です。うわ、オッケー。じゃあ今度はかかとを上げた状態、お腹を引っ込めて足を動かします。足立ち、かかとを上げてバランス悪くさせます。高く足を上げると足の力になるので、足を上げるのは少しお腹を引っ込めて体を折り曲げる感じ。足上げたらね、バランスがいりますよね。これでやじろべえができてます。 OK。 反対も一緒です。込めたままで体を上下。いきましょう。片足はかかとを上げておきます。足上げるのは少しでいいです。とにかく引っ込めたまま、引っ込める力きます。オッケー。今度は同じようにかかとを上げて固くさしたままで動かします。お腹を固くしてる状態で、お腹が固くしてるとね、あんまり前かがみできませんから、キュッとお腹に力入れて終わり。力が入ったお腹をさらにグッと力入れる。常にね、できれば触って確認しながらやってください。こういう意識がね、すごい大事です。 OK。 反対も一緒です。硬くした状態で軽く体を動かす。いきましょう。すごいね、意識がいるんで、自分でね、簡単な動きでもきつくしながらクッとね、力が入ったところからさらに。今度はお腹を引っ込めたままで横。足上げるのは少しいいです。引っ込めたまま、出ないように耐えて力を入れとくより引っ込めとくのがね、やっぱりね、効しいですよね。胸張ったらお腹引っ込めやすいです。しゃあ反対も一緒です。引っ込めたままで動く。いきましょう。このお腹をね常に引っ込めておくっていう意識がねすごい身につきますから、普通のね寝たままやるので、ね、こういう意識しにくいんで、立ったままでスマホ下を置いてみながら、もしくは手に持ってみながら、お腹が出ないように。 OK。 じゃあ今のをお腹に力を入れたままで動きます。結構ね体幹効きます。硬くしてね、こうやって叩いてみるとねちょっと分かりやすいです。少し足を上げてお腹をキュッとして、力が入ってないのでただのもも上げ運動になっちゃいますから、力入れて OK。 あ反対も一緒。結構くる。力を入れて、もしねふくらはぎとかすねがね疲れたらたまにかかとついていいです。できればかかと上げてバランス悪くして体幹鍛えながら腹筋鍛えましょう。キュッとね力に自分でも力です。 OK。あーくる。今度は片足立ちで外回し、へこましたまま。バランスも結構いりますよ。へこまして後ろ回し。これで腹筋の奥、内腹斜筋、外腹斜筋使ってます。うわ、まずはへこましたままです。いい有酸素運動効果ありますからね。OK。 じゃあ反対も一緒。頑張ろう。あとちょっと。じゃあ引っ込めてもらえ。うわキックキック。もうね長い時間お腹引っ込めると込める力も弱くなってくるんで、たまに力抜いてもいいんですが、慣れてくるとねずっと引っ込めれますから。OK。 よっしゃー。よし、あと2種目。今度は固くして膝回しいきましょう。お腹にね、で力のまま。これ実はね、片足立ちでかかと上げてるんで、ももお尻もね、結構鍛えられてますから、意識がね、バランス取ることにいってますが、鍛えられてますからね。OK。 よっしゃー、ラスト。やっぱりね、疲れる意識がね、出てこないといいですよね。力入れて、力入れて、バランスを取ることに集中してしまったり、お腹に力入れることに集中するんで、足とかのね疲れが気になりませんよね。実は結構鍛えられてます。力入れて、有酸素運動をしながら体幹が鍛えられます。何かのエクササイズをやったおまけとしてこの動画を追加して日々のスタイルアップとして行ってください。頑張ってできたよーって方はグッドボタンやコメントで教えてください。コメントはほとんど返します。